チェーン店。大田区。混んでるんじゃない？三連休だよ。美味しくないって、なんで美味しくないのに有名なの？あ、てか定休日じゃん、祝日。定休日ですね。土曜日なんか休みって書いてあるんだけど、あ、これチェーン店なんだ。店によって分かれる。しかもさ、配信 OK でしょ。うまからずまずからずの絶妙なギリギリライン。じゃあなんでそんな配信会でさ、ラーメンショップって有名なの？家系か。いや、営業してないね。みんな見てみて、営業してないから。ラーメンショップって聞いたことあるもんだって。茨城だって一番有名。ちょっとそこまではいけませんよ。で、今日3連休だから、どこもかしくもダメなんじゃない？あ、誠司さんから私知ってんだ。なんかラーメンショップって。でもさ、家系いいよね。家系、今の私は家系にニンニクを入れて白ご飯っていう、まあ、気分でもあるんだけど、ラーメンショップって昼しかやってなくない？やっぱり、一蘭嫌い。細麺好きじゃない。そうめんみたい、やっぱ縮れ極太、あの硬い麺が好き。そう、家系なんだよ気分は。で、三田さん、高速降りたらさ、どこに降りるの？高井戸。高井戸？一蘭美味しくない。本当に好きじゃない。あのスープも好きじゃない。豚骨そう、醤油そう。いや、もう渋滞だよみんな。今日3連休だから、もうずっと、ダメだこりゃ。あ、ここもありだ。ちょっと待って、電話してみよう。ただここ混んでんだよな。
そうだよ。本日って混んでますか？はい？あ、そんなにないですか？人ない？2名なんですけど、テーブルってありますか？カウンター以外で。他のお客様映らないので、自分たちだけライブ配信っていうか携帯で動画撮ってもいいでしょうか？ライブ。あ、はい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 。あ、もしもし。あのもしそちらで2名で行こうかなって思ってるんですけど、行った場合テーブルとかで他のお客さんとか映さずに自分たちが食べてるところを動画撮りたいんですよ。ライブ動画、それって可能ですかね？あ、はい。もちろんです。着くのがもし行くってなったら30分後とかなんですけど、今ってテーブルって空いてますかね？あ、そうなんですか。あ、結構混み合ってるんですかね、時間的に。あー、なるほど。あ、じゃあもし行くってなったらまた電話します。すいません。はい、はい、すいません。はい、失礼します。もう混んでるわ、3連休だから。どうしようかな。いや、 OK だったから、ここはいつか行く前の好きなお店、そこのチャーハンが美味しくってさ。いや、でもなんかさ、今めっちゃ混んでんだって、めっちゃ混んでんだって今。それさ、うるさいじゃん。ラーメン屋じゃない、油そば。泉、いらっしゃい。油そば屋、桜上水の油亭ってところ、結構ここ有名だよ。有名だよ。ちょっと待ってね。知ってるかな、ここ。高速降りた後にあるんで、これが道なりにね。ここのチャーハンが美味しいんだよね。いや、でもここ配信できるんだけどね、聞いたら。まあでもありだよ、ここ行くのも。油そば食べたことある？ないの？うん、美味しいよ、ここ。駐車場でも、ここさ、道路沿いだからあるんじゃないかな。三田さん、だからラーメン屋行ったことある？ラーメン行ったことあるよ。ラーメン大好き。本当？ラーメン屋さんはだけは食べたことない。本当？じゃあここ、ここ行ってみる。だ、ワンちゃんさ、この前行ったさ、高屋あんじゃん。配信とラーメン食べたとこ覚えてる？餃子が美味しいって言ったところ。あそこは
空いてるよ。あそこは空いてるんだよ。で電話して大丈夫そうだった。しかもあれ8時前に着きそうなんだね。そうだね。まあそこでいっか、空いてるから。あの前がさ、この前配信で行ったさ、あそこでいい？餃子が前の顔ぐらいでっかいところの、あそこさっき電話したら空いてるって言ってた。いや、こういう3連休の時はそういう個人店の、住宅街とかにあるそういうところの方がいいと思う。そう、うん、と思うけど、さっきの油そばも美味しいんだよね、うん、でも多分うるさいと思う。配信的に音がうるさいの嫌だと思う。そう、フカヒレあんかけラーメン食べたとこ。いいんじゃない、そこで。ね、ありがとう泉。泉ありがとう。うん、さっき一応電話したら OK だったから、今日も配信しても。ここで違うメニュー食べよう。じゃあ、うん、8時半ラストオーダーだけど、なんかまあなんかその完全に9時までらしいんだよ。だけど完全に9時まで閉店じゃないらしい。見れなかった。次は誰か配信者とやってもいいね。じゃあそこにします。そこにしよう。帰り道だし。右下内装お願いしますね。ありがとう。テキありがとう。2位まで17万ポイントだ。17万ピー。ナイスした、ありがとう。いやー、想像以上にナイス稼げてよかった。想像以上に。メガホン明日もうあれだよ。だから私食べ終わったらさ、なんかね、三田さんがなんかね、収納のやつをね、私にプレゼントしてくれたんだよ。誕生日プレゼントで掃除とさらに収納ボックスみたいなやつまで、でそれが今日届く予定なんだけど、そう、三田さんが本当に優しい。まゆちゃん明日イベントアイテムの方が嬉しいかも。デイリー1位目指しててイベントアイテムで倍出たら嬉しいからさ、だからイベント出てみたんだ。ケーキも嬉しいよ。でもイベントアイテムの方がもっと嬉しい。うん、ユーバーの焼肉屋さん、あ、大丈夫、和解した、解決した、うん、ウーバーの焼肉屋さんは解決した。あの上の人と話して、あの謝罪の連絡来て、あの和解しました。そうだね。三田さん誕生日いつ？誕生日2月。あ、2月なんだ、
2月何日 28 終わっちゃったんだねじゃあ来年だね。うん、ケーキ10個本当嬉しいよ。マジめちゃくちゃ嬉しい。もう買ってくれた人はもうそれも嬉しいから、ケーキも10個本当すごい、本当それめちゃくちゃ嬉しいよ。本当かな、わからないけど、うん、ありがとうございます。全然できたらってだけだから、ケーキもめっちゃ嬉しい、うん、還元率いいし、正直嬉しい、めちゃくちゃ。そうそうそう、花火とか、ケーキって還元率いいの、うん、ありがとうございます。わー、誰だろう、ありがとう。今からねラーメン食べに行く。あともう15分で着く。これあそこのうちの、そう、正しければ今から、今から早いよね。米読まないやつは二度と投げない。あ、そう、あのさ、全部読めるわけないじゃん。あのもうちょっとじゃあコメント少ないところって書いたらいいじゃん。無理だから、時と場合によっては無理だって。初コメどこにあった？だから全部拾えない時もあるってば。初コメ来たとしても、うん、何、マルハンさんが96号ってこと？96号さんがマルハンさんなの？初コメっていうか無料アイテムのやつじゃん、コメントじゃないじゃん。今見たけどコメントじゃなくて無料アイテムの初コメじゃん、アカウント出したやつの。それどうしたらいいの？ありがとうだけどさ、音量4、あれ、あ、ごめん、なんか押しちゃったかもしれない、ごめんなさい。だからもう米拾えって、だからさ、米拾ってほしい人はさ、あのコメントがあんま流れてないところ書いたらいいじゃん、うん、で私コメントが流れてない時は読むけど、でもそんな全部を読むスタイルじゃないから、私全部1個目1個目読むスタイルじゃないんだよね。たまに読んだりしてるじゃん、でも全部は無理。読め読め言われると、じゃ読めるとこ見たらよくない？なんで私に強要してくんの？私今日ゼロ食なんだよ、昨日から食べてないし、昨日から食べてないしね、うん、今からラーメン食べる。ありますよ。お腹減った。水着配信楽しかったです。じゃあラーメンとチャーハンと餃子にしよう、今日はね。1個目お腹気にして食べなかったのね。そう、減ったよね。ただお腹がボコボコしてちょっと恥ずかしかった。お腹がボコボコしてて、お腹減っちゃったよ。明日っていうか、もうすぐ日付変わるのが12時、流れといて全然間違いない。まあね、え、
読んでないわけじゃないんだけどね。だって読まなかったら逆にすごくない？あの喋れないよ、やっぱコメントないとさ。ただでも全部読むのはまあやっぱかそってる時かな、イベント中とか。餃子のタレはお酢8割で醤油2割、ほぼお酢私は食べる。水着、今日水着着てたからあのちょっとお腹出ちゃうんだよね、食べると。我慢したんだ今日。あー嘘ー、初見です。あーなんか私の話しててくれてたんですか？20個。いや初見じゃないのもちゃんと覚えてますよ。ありがとうございます。20個来た、配信者さんから来た、ありがとう、ありがとうございます。配信者さんが来た、私の話してくれてた配信者さん。20個もいいんですか？初見じゃないよ。なんかあのこの前のイベントも応援してくれたよ。そうだよね、嬉しい。いやーまあさ、有料っていうか、嘘でしょ、算数できないから大丈夫。20個、いいんですか？匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、 なんでそんなくれるんだろう。20個20個40個だどん、イエーイ、頑張りましょう、お互い配信。私も、あ、もう家だね。うん、あと9分。ありがとうございます。イベントアイテム1個ある。それ何アピなの？96号は何アピなの？それだから何なの？嘘でしょ、ファンだ、匿名さん酔っ払ってますか？お前がアラブの石油王、ビルゲイツ、ソフトバンク、孫正義、匿名さんがいないとやってけない。初ファンタ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あの配信者の、いや名前言いますよ、言っていいのかな、なんで匿名じゃなくてもいいのに、匿名じゃなくても、パチコメないちゅー。あの佐藤工事長さんね、みんなよかったら見に行ってみてください。佐藤浩二長さんです。嘘でしょ、2発目ファンタ言っちゃった、言っちゃった。匿名さん、君がいないとやっていけない、ファンタスティック2発目と40個もらっちゃった、ありがとう、ありがとう。言っちゃダメだったの？なんで？だってタイトルにしてたじゃん、私の名前。タイトルにしてたじゃん。押すな押すなみたいな感じで押してほしいやつだと思った。ナイス。そう、佐藤浩二長さん。いや、129号さんね。浩二長。私もね、見た。ちょっとだけ見た、ただ名前間違えてた、まゆゆって名前で呼んでて、閲覧50人ぐらいいたんじゃないかな、池王子の。そう、
マユとマユを間違えてたから、私のこと多分そんな知らないと思うよ。あと5分で着く。今何時？ありがとうございます。あ、いい感じだね。せいちゃんのとこにも来てた。昔アイコに迫られてた人。前も今度見てみよう。じゃあ、はい、ミスカスありがとう。だ、酔っ払い系なのかもしんないね。お酒、酒雑系の。定期ありがとう。定期ありがとうございます。配信者さんから240個もらっちゃった、うん。なんでなんでなんで。エンディさん、それね、 NG ワードになってんだよね。なんかエンディさんが吉祥寺になんか無料で食べれるご飯屋さんで、何それ、炊き出し、そこ炊き出し無料で食べれるお店って何。今度そこ行けばってコメントあったけど、北原さんってどこ、わかんないけど、北原さん、そういうことね。あんまでもそれ配信で言っちゃいけない気がする。私の場合はまあお詫びで、お詫びでだからさ、うん、三田さんさ、うん、焼肉好き？うん、普通に好き。ほんと、うん、あの来年連れてきたいさ、うん、あの三田さん誕生日に連れてきたい焼肉屋さんある。ほんとに。そう。あ、10個ありがとう。褒めてくれてありがとう。何を10個ありがとう。なんか褒めたっけ。自民の話。来年の誕生日まあクリスマスでもいいし、そんなすぐは行きたくないってか、どっちみちちょっと気まずいっていうのもある。ちょっともうちょっと時間空けて行きたいかな。てか配信会で行くっつっても、配信会だね。そんな先な、流される。そしたらもうブチ切れる、切れるまでなんだよ。これ右、あ、これはいけない。あ、違うわ、ごめん、いい、間違えた。まあどうでもいい。なんか別にそこまでして行きたいっていう気持ちにもなってないし、無料だからとしても。イタリア料理、まあそれは全然先だね。三田さんの誕生日は来年だ。1年以上も先だ。右下ナイス、ありがとう。嬉しいよね。そう、まあ嬉しかった。あ、そうなんだ。なんかそれだけで結構ちょっと、ま、満足気はある、うん。イライラがすごい収まった。ただすぐは行きたくない。純粋に行きたくない。
すぐ着きますね。お腹減っちゃったよ。夏ありがとう。夏ペコペコだよ。三田さん小食だよね。すごい細いし、え、普通だよ、うん、体重も一緒の方が、私の方があるかとか、あ、うん、コメント今、あ、だってさ、私よりあるある、絶対ないでしょ。あるある、筋肉かな、じゃあ筋肉うん、違う、うちの近くの行く、もうあの3連休だからね、混んでるからさ、うちの近くのそこは今空いてるんだって。どこも電話したけどさ、ダメだった。ビスカスありがとう、ありがとうございます。うん、いや、めちゃくちゃスタイルよ、三田さん、本当に。駐車場これね、そこなんよね。そこね、左側、うん、P が あった、高屋があった。そう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 、うん、高屋はそこで、今 P 探ししてますね。高屋発見。まいちゃん降りる？いや、どっかない？探してくれる？一緒に、うん。そしたら、うん、U ターンかも。 U ターン、うん、待って、お足基地ないのかな。さっき道路沿いにあったんだけど、満車だったんだよね。あ、そうなの、うんうん、あのさっき右曲がる、あそこに奥 P、 あ、あるね。あそこに行ってみる？あそこ止める？歩くよ、大丈夫、うん、まあしょうがない、まあ、これぐらいだったらね、うん。あそこ空いてるね。空いてる。ありがとう、ハイビスカス。P 発見。水着素敵だった、本当？水着素敵だった？うん、あ、ねえねえ、佐藤浩次長のおかげで。すごい近づいたよ、15万 P。 本当、気分はグラビアアイドルの表紙の撮影会。懐かしいな、ここ。ここによくね、カシー君が止めてたんだ。あ、そうなんだ。そう、私古臭いんかな。まいちゃん今来ました、ありがとう。ね、96号今いる？96号、変なやつ、もういなくなったかな。変なやつだったな、96号。ありがとう、三田さん。疲れた？全然疲れない。本当、うん、じゃあ行こう。涼しい。そうだね、うん、一時暑かったけどさ、まあでもこれがあの今梅雨、梅雨明けたら
あの時刻が待ってるのか。水着着て帰ってる。お台場行ってきた。デリの撮影ってそう。ちょっと運動しようかな。引き締めちゃおうかな。次回の水着配信はちょっとナイスが危うくなった時とかかな。そしたら急遽同じビキニはつまんないから新しいビキニを買った方がいいね。静香ちゃんみたいに。だって緑のだってあれ変じゃん。正直ダサかったじゃん。いやなんか夏って感じ。水着を着てさ、うん、あごめんね三田さん。今からこの前行った中華屋さん行く、うん、いやいや涼しいよね三田さん。涼しい。20度台じゃないかな。本当暑かったから、あの太郎くんとデートした時が一番暑かったかな、うん。でもこういう黒とかの方が体が締まって見えるもんなんじゃないの。白とかだとぼやけてデブっぽく見えんじゃないの。良かった。アーカイブは残しません。私基本残さない。次は誰かと行こう。じゃあニンポーさん連れてくじゃ。次ニンポーさん家から近いよね。海ね近い。ニンポーさんと次海行こっかな。じゃあ海の家とかあるとこがいいな。でも、うん、ねえニーポさんは知らないけど着きました。着きました。よいしょ。はい、あ2名です、はい、さっき電話しました。一番奥の方。あ、はい、はい、あ空いてる空いてる。どっちがいいかって。どっちでもいいですよ。こっち、はい、ちょうど空いたからよかったわ。うん、空いた空いた。よかったよかった。さっき満席だったらしい。そうだよね。やべ、砂でなんか光る。お腹減りました。今日は何を食べようかな。みんな何食べる今日は。
れにしようかな。いや、チャーハンも頼むんだけど、あ、五目あかけラーメンか担々麺かすごい悩む、うん、これは醤油ラーメン、うん、これはこの前食べた五目あんかけラーメンか。ラーメンの中でどれが人気ですか？人気エビにエビのあんかけラーメンが割と多いかな。エビあんかけラーメン、うん、あ、あとね、ネギチャーシューラーメンもあっさりしてるけど、うんうん、そんなになんか軽く食べる方にはいいかもしれない、うんうんうん、ありがとうございます。三田さんもどうする、うん、ありがとう、どうしよう、ね、チャーハンシェアしない？うんうんうん、まえちゃんがこれ好きなのどれか、こう私これと悩んでるっていうのだったら、うんうん、その片方に接しようかな。あ、ちょっと待って、変なコメント、なんだこれ。餃子だけちょっと時間かかりますね。あ、じゃあとりあえず餃子ください。餃子一つ、うん、はい、え、三田さんが食べたいの食べて、マジで。ただチャーハンは一緒に決めよう、うんうん、私はあんかけか担々麺を悩んでる。あ、担々麺いいね、うん、どうしようかな、あんかけラーメンか。どうする？あ、五目チャーハンにして担々麺にしようかな。まえ、OK、三田さんはシンプルにいこうかな。シンプル、うん、高屋ラーメン、醤油ラーメンで今、うんうんうん、どんな感じかな。好きなのでいいんだよ、本当に。ちょっと気になるかも。本当、うん、あ、間違えた、チャーハン一緒に決めるんだった。どうする？あ、いいんじゃない、五目チャーハン。五目チャーハンにする？うん、じゃあ五目チャーハンね。サラダとかなんかいる？あ、すいません、はい、高屋ラーメンと、はい、担々麺と、はい、五目チャーハン、はい、で、あ、ごめんなさい、はい、で、サラダ何がいい？なんか一品系、なんかさ、なんかいる？なんか高屋そばと担々麺と五目チャーハン、食べきれなかったら持って帰ってください。はい、あ、で、担々麺、麺固めで。麺固め、はい、はい、わかりました。はい、あ、これはどう？あ、美味しそう。これ蒸し鶏って、よだれ鶏的な。あ、そんな感じだと思う。でもお腹いっぱいになるかな。なんか言ってたね、今ね、お腹いっぱいになっちゃうから、ちょっと持ち帰りできる、うん、とりあえずおすすめメニューもあったわ、うん、おすすめ。ザーサイ食べようかな。いや、でもね、五目頼んじゃったからさ。なんかとりあえず落ち着こう。なんか砂入ってさ、前だいっぱい砂ついた。あ、ほんと？ここもなんか頑張った証だ。あ、ほんと？お風呂入ろう。
なんかやべ、砂で三脚が開かなくなっちゃった。開いた。大丈夫だ。カバンこっちでもいい？ここにちょっと置くね。よいしょ。最近三田さんとよく会ってるな。ほんと、3連ちゃん。3連ちゃん？多分。3日連続？質か？あれ？なんかいっぱいあって。いっぱいあって。私ね、お酒と一緒にご飯食べれない。2日か、2日だね。うん。2日連ちゃんか。ひどんなさんのマネージャーさんも優秀らしいよ。なんか芸能人の元マネージャーらしくって、あ、届いてる届いてる届いてる。じゃ あ, 三田さん、それなんか組み立てる？若干組み立てると思う。ちょっと三田さんをうちに上がってもらって、組み立て、うん、あ、ありがとう。天然さん、なんか今39度らしいね。39度。てか普通にこっちに立てよう。ちょっと待って、こっちこっちの方が食べ物が近くていいかもしれない。体調悪いみたいだよ。コロナ。ありがとう。ね。あ、陰性だったんだ。モグゴリ行かなくてよかったじゃん、私。みんな行けって言ってたけど。シャワーです。ありがとう、マイルありがとう。みんなナイスもよろしくね、ナイス。しといてね。あ、本当だ、こっちもだ。あ、本当だ。今。気づかなかった。全然気づかなかったな。ありがとう。
いやー、ヨシエさんとナイスちょっと話してきてちょっと安心した、安心した。整形してないです。エタさん2月28日2月28日ね。あ、連投してんの？あ、整形してますよね。あ、連投系ね、してるよ。単純に気になったんじゃない？分からんけど。じゃなかった。うん、五目チャーハン。あ、五目チャーハンなんだ、うん、すごいボリューム、結構多いね、うん、頼まなくてよかったかもしれない、ね、あんまりめっちゃ来たよ。これかな。そうか、じゃあちょっといただきます。はい、どうぞ。これでじゃあ取るね、私。あ、普通にこうやって。マジこれ取ったの？え、まえちゃん、これでダメだったらいいじゃん。うまそう。みちさん、ここにエビあるよ。イカもある。あ、そんな食べて。あ、エビ食べて、エビ入れた。あ、ありがとう、うん、いただきます。あ、すいません。五目あんかけかと思ってた。じゃあ食べますか。いただきます。いただきます。ご飯代に。なんかほんと佐野さんと被るんだよね。これドイツ人物じゃない？佐野さんさ、いなくなったじゃん、めっきり。切り替わったように蓮舫さん現れたじゃん。ここね、結構ね、多いんだよ。でかいの分かる？あの、大盛りだよね。大盛り、大きい、びっくり。そうなんよ。全体的に大ボリュームだね、うん、お先にいただきます。うん、すごく食べる。
麺もどうぞ。醤油ちょっと食べたいし。じゃあちょっといただきます。うん、あ、ラーメン来た。麺は？麺大丈夫。オッケー。あ、美味しそう。あ、美味しそう。なんかオーソドックスなやつだ。なんか。別は間に合いますか？はい、大丈夫です。オーソドックスの醤油ラーメン。美味しい、うん、美味しいよね、うんうん、すごい。まえちゃん食べて入れていい？少しここに、うん、すごく一口で、うん、スープとね、うん、かこの前食べたとこ2人十分だよ、ありがとう。美味しそうによそってくれた醤油ラーメン。チャルメラみたいなあの昔のあなんか懐かしい味がする、うん、懐かしい味ですね、うんうん、十分だね。この前のフカヒレラーメンも美味しかったよ。三田さんってさ、うん、普段外食が多い？あの状況によるかな、うん、自炊も基本自炊してるから、うんうん、一人？そうだね、あの ほとんど彼女のお家に行っちゃってるからほとんど彼女のお家に行ってるから、うん、彼女のお家？そう彼女？そう、どういうこと？どういうことなんだろうって感じえ、どういうこと？え、でももう1年くらい。え、息子がね。あ、びっくりした。あ、私じゃなくて。びっくりした。そうそうびっくりした、びっくりした。私じゃない違う違う
それちょっとあ、びっくりした、うん、とんでもないこと言ってると思ってなるほどね、そうそう。え、何歳息子さん？20歳。あ、20歳？うん、担当生みたいな。そうだね、ほとんど日曜日は帰ってくるけど。へえ。一人だって？そうそう。可愛いですよね。そう、まえちゃんこの間言ってた通り、うん、本当にわかる、うん、旦那さんはいない、いないですね。ありがとう、言われてもありがとうね。彼氏は？彼氏はね、いる、いる、いない。いるわけがない。あ、びっくりした。いるわけがないから、時間、そう、全然出会いかも。そう、お父さん。うん。なかなかね。すいません、おしぼりもらっちゃう。すいません、すいません、あれいなくなっちゃった。ごめん、まあ、もう出会いないな。リスナーさんでいい人がいたら本当にいいんだけど、いないんだよ。お前もったいない。今のところDM 来てさ、さよならって来たんだけど、さよならって来た、意味がわからん、なんか言ったんだし。一番人気の餃子、でかいよね。わかるかな、このでかさ。
美味しい。食べて、うん、美味しいよ。すごいね、ボリューム。そう、結構お腹いっぱいになるよ、だから、うん、でかいからさ。ここは結構大盛り系だよ。なんか、やけどしないと思う。美味しい。私こっちですか。あ、味噌、うん、うん、合ってる。ほんと、うん、まゆちゃんというと三田さん太いそうでなんか吸い込まれるように食べちゃう。え、一日何食？一日、うん、2食とかかな、うん、でもだいぶ気を使ってるから。あ、ダイエットしてるってこと。年齢的に代謝が落ちるから、うん、そう、だから本当に運動してる。運動？うん。何の運動？え、家で筋トレとか。うん。筋トレしようかな。うん。したらもっといいと思う。うん。確かに。でもこんなモリモリ食べて全然気持ち。見えない、その体重に見えない。ほんと？実物特に。ほんと？うん。びっくり。これはでも持ち帰ろうかな。ちょっとお腹いっぱいだ。ね、さすがに。大盛りすぎた、びっくりした。まゆ、たぶん今49か50じゃない？ 50 かな？筋トレはしようかな。確かに。あ、でもやっぱ太ったかもしれない。50からは太ったかも。そうなの、うん、全然びっくり。ダウンタイムの時にさ、本当にしんどくて、作るのも外食も、うん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 、動くのも、だからね、痩せたけど、うん、取ったんじゃないかな。え、全然閉まってるけどね。本当？うん。筋肉あるようになんか見えるけどね、実物。本当？うん、ちょっとね、写りが悪いのかもしれない。なんか写りはなんかふわっと見える、うん。ちょっとだけ。本当にスレンダー。これさ、テイクアウトしよう。うん、すいません、あの、やっぱりテイクアウト、チャーハンお願いしていいですか。三田さん、餃子残ってるよ。
テイクアウトをしてもらって食べようか。食べて。食べきれなかったでしょ。ありがとうございます。美味しかった。ありがとうございます。この餃子が結構でかいからね、お腹いっぱいになる。なんかびっくりするぐらいね。うん、今何時だ。今あと3時間後、32歳です。配信で過ごすの2回目だ。誕生日会。32歳になる。ありがとう、マイル。ありがとう。最近寝ても寝ても眠いんだけど。あ、三田さん、ハマグリ。さすがすごい、うん。ありがとうございます。カートン、カートン。あ、コンビニ。右に、あれ、あ、違うわ。あるある。本当？うん、あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふう。リンゴの無線取れて、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。うん、あ、ダメ。いいのいいの。ダメ。あれ、あ、ごめんね。朝持ってきてる。行きましょう。傘持ってきてる。あ、あります。なんか傘持ってきてる。あ、本当？じゃあやっぱ車で行こうか、三田さん。あ、お会計。はい。良かったですね、多分。そうかも。うん、あ、いいよ、三田さん、本当に。うん、もちろん、もちろん。いただきました。はい。二人で。領収書ください。うん、甘いよね。あの、これズボンなんだ、これ。そうね、あんだけいっぱい食べてごちそうさまでした。ごちそうさまです。よし、お疲れ様でした、まいちゃん。いえいえ、ありがとう。こちらこそね。まあ、こんぐらいだったら別に、うん、ほっとした。食べたらさっきピリピリしたもんだ、私。なんか減って、これね、あの、これね、ズボンなんだよ、これ。これね、
あのね、チューっていうお店の韓国のブランドですね。チューってやつ、うん、韓国のやつ。これずっと入んなくってさ、脂肪吸引したら入った。ありがとう。ずっと入んなかったこれ、うん、レンフォとドーベルマンの凪士2人がクローゼットの枠で暴れてるなんでクローゼットさんも元爆凪士でね、クローゼットさんもすごかったよね。1ヶ月で2000万だっけな。そう、韓国の中、そう、ただちょっと若い子向けだよ、うん、中ってスタイルなんだって有名じゃん。スタイルなんだの妹みたいな感じの。スタイルなんだも可愛いよ。でも中の方が安い、うん、デニムとか可愛いし安いね、うん、ドーベルマンさん女性、それは蓮舫っていう議員がじゃないよね。そこにね、あった、すぐ行くと。あ、コンビニ、うん、あ、じゃあ私そって、うん、あの行ってていいよ。あ、あそこ、あ、オッケーオッケー、うん、じゃあ私、あ、オッケーオッケー、うん、水着配信一分も見れなかった。いや、今日は湧いたよ。 JK と戯れたりとか、あの JK と喋ってて楽しかったんだけど、JK と喋ってんの楽しかったね。私本当にやっぱ何歳でも友達っていうか仲良くなれる自信がある。あー、エイジー、さっきエイジの話してたんだけど、さっきエイジの話してたんだけど、さよならみたいな連絡来たんだけど、どうしよう寂しいって言ってた。みんなでどうちるってさよならって言われて寂しかった。ありがとうエイジー、5000アイテム、うん、YouTube 上がってなかった。いつもちゃんが前のお弁当食べてるところ、なんでだろうね、なんでだろうね。 YouTube 上がってるって。上がってるってよ。三田さん待ち、あ、
さ、なんかそう思うとさ、あの最近充実してるね。なんかしらやってさ、うん、見損ねた。湧いたよ。そう。湧いたよね。アーカイブ、あ、じゃ保存しないもんだって。なんかね、なんか寝たいんだよ、だから。でも今日もなんか海だったからさ、うん、あ、でも今日は何もしなくていいね。あのお誕生日だ、明日はな何もしなくてもお誕生日だから、あの何もしなくてもおめでとうってナイスもらえるよね。ゆっくりしたいよ。明日はだらだらしようかな。プレゼント、あ、そうだ、ロッカーも見に行かなきゃいけない。だ、2個ある。あの食べ物はね、あのね、リスナーさんからもう開封しちゃったんだけど、野菜とかいろいろね。で、なんかあとはなんかなんかあるかもしれない、うん、来週は那須、もうイベント終わってすぐ那須行く。旅配信明日はドレスとか、ドレス着る？いいよ、もったいないからさ、あれ着ようよ、あのドレス。もったいないから、なんだっけ、あのエイヒレって言われたやつ。あれ三田さん迷子になってるかな、三田さん迷子かな。まゆちゃん、あ、いたの、あ、いたんだ。よいしょ、よいしょ、気づかなかったわ。ここ駐車場があっていいね。そうだね、うん、じゃあちょっと三田さんからなんか届いてるらしい収納のやつ、ちょっとそれをちょっと三田さんと組み立てよう。あ、右行けるわ。あ、右だ、うん、で、リスナーさんからのプレゼントは明日日付変わった誕生日に開封だね、うん、いや、だからやっぱマネージャーとかいないとあのできないよ。マネージャーとかいないと車で遠くとか、うん、三玉湯いいねだってやった、よかった、うん、どうしようかな。男性リスナーつかめたかワクワクする。いや、そんな簡単なものじゃないと思うけど、ね、男の人とかもね支持してくれたら本当に強いんだけどね。そしたらね、ただ私のやり方って男が嫌なやり方だからダメなんよ。男が嫌になるような配信しちゃうから。でもそれでもできたらね、いいんだけどね、うん、
ちゃんの性格が男の子っぽいなって。あ、うん、え、こっちに止めなくて大丈夫？こっちに止めて。あ、いいの？止めちゃっていいの？うん、ちょっと収納してもらいます、三田さんに、うん、消費者金融から2000万投げて発狂してる配信者が今配信してます。クローゼットさんのこと？消費者金融って何？三田さん、お金を借りるところえ、お金を借りて投げてたの？あの爆投げって、え、知らなかった。え、お金借りて天然さんとか誠司さんとかに爆投げしてたの？そうだ、バスタオルね。使わなかった、うん、大丈夫かな、忘れ物ないの、うんうん、え、クローゼットさんのことそれ？2000万ってさ、投げ師って何のお金か。でもさ、ダメだよ、借金してまでさ、借金してまで投げちゃダメだよ。ホストクラブもそうだけどさ、うん、うん、クローゼットさんでだからすごかったんだよ、本当に投げ方がえぐかったんだよ。よし、ちょっと待ってね。何かプレゼントが届いてるかもしれない。ちょっとメールボックス見ます。あれ、ちょっと待ってる。あ、届いてる。なんだろう、まあ、これは明日開くとして。待って、ポストも見るね。ポストにも何か入ってるかもしれない。あ、なんか届いてる。なんか届いてる。お金持ってる人には見えなかった。え、てかさ、借金2000万してどうすんの、クローゼットさん。あ、見て、届いてる。これは三田さんかな。これどっちも三田さんから？これ三田さんからです。わー。あ、これ違う。これは違う人か。びっくりした。これは違うね。うん、これだね。おー。ちょっと待ってね。
嬉しい。こんなに誰からか分かんないけど、なんか届きました、ね、これとこれと。三田さん、それ重いんじゃない？大丈夫？大丈夫、大丈夫、ありがとう、はい、置いとくね、あそこに。本当だ、軽い、これ。なんだろう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ軽い、これ。なんだろう、これ、うん、とりあえず、3つ届きました。うん、3つ。あとはなんか天城府も届くかもしれない。なんだかんだ嬉しいです。あの誕生日プレゼントを、あの届いたのは初めてなのでね、嬉しいね、よかったね、嬉しいね。だめだめで、今からちょっと三田さんのプレゼントはちょっと開封しようかな。あれ、はい、うん、私作ってから見せる。え、作ってから見せる。一緒に作る。あ、本当、うん、ちょっと Wi-Fi つなげる。私もなんかどんなものなのか分かんない。え、何でも何でも嬉しいよ、失敗してもさ。ごめんね、分かんない。え、全然、うん、あの大したことではない、うん、けれど、これ三田さんから。うん、収納。あ、6号さん了解です。あ、ごめんね、うん、じゃあこれちょっと開けていい。あ、開けちゃう。あ、うん、私やる、カッターで。ほんと？うん、ちょっと待って、三田さん。そう、あのキッチンの一つと、うん、あごめん、ワンちゃんのこれが、これが多分簡単に多分そこの上に乗せようかなって。よいしょ。あ、ちっちゃいな。思ってるよりこれちっちゃかった。これなんだろう。ダメよ、福ちゃん。あ、でもこれ完成してる。本当だ。あ、こことかね。あ、そうそう、隙間とか。ここめっちゃいいかもしれない。
収納のやつだこれ、うん、ありがとう。これはちょっとこういうのむずいよね。むずい、うん、配信してていいよ。これできる？頑張る。できるよ、うん、やめて。これ全然意味わからんわ。3段のやつでも3段でもさ上置けるからさ邪魔。なんかさ一緒じゃないの。なんで違うの。ああそこがそこだね。一番下かも。その一番短いのが、うん、でキャスターになってるの。あそういうこと。うん、えこれがここじゃない。あ違うわ。あそれそこでいいと思う。入んないよ。短いのここだ。これがここだね。これがここだ。早い。え、これが入んなくない。本当だ。そうなんよ。なんでなんでだろう。あ、でも入った入った入った。え入った。え、入んないんだけど。入った。すごい。よかった。あ、いい感じ。あ、いい。いいこれ。下も掃除できる。ありがとう。これどうする？これ。うん、この上にカリカリとか。うんうんうん、よいしょ。この。うん。これのとか。本当はもうちょっと使ったら、うん、ペットシートも入れたかったんだけど。うんうん、犬エリアね。これとか。
あ、下だとね、食べちゃうの。あ、そっか、うん、辺のとこ。そうそう、あ、ぴったり。わ、いい、ぴったり、いい感じ、ぴったりです。あれは、あ、それ、あ、ここにいいね、下に、うん、これ何入れようかな、何を入れようかな。三田さんでよかったね、よっちゃんありがとう、バルーン、ほんとだね、うん、OK。これが、これが、うん、イベント頑張ります。これここをこう収納してもらいます、三田さんに、うん、福、うんうん、ちゃんは無理だね、これは取れ、ほら、これどうするのか全然わかんない。どこに置くの？これをこっちに置くらしい。あ、そう、そこの上を、うん、あ、ここ？そこに置こうかなと思った。うん、ここに置いていいけ、うん、置いて、あ、いいの、え、あの配信カメラここに置いていい、あ、うん、大丈夫、三田さんに収納してもらうからみんな見届けて。ここでいいかな。まいちゃんメガホンは1個だけと999分だけど絶対999だよね。ちょっと僕が、あ、どうぞ。え、一個ずつはちょっときついものがあるよね。あれ、私タバコどこやってみんな、あの日付変わったらお願いします。キツネにするから、私キツネ、うん、そう、あともう3時間後撮り直すからさ、よろしくね。うん、そう、ファンだと同じぐらいのポイント数。ありがとう、いっちゃん、でかいよ。嬉しい、ありがとうね。
よっちゃんありがとう。つってこう綺麗にしてもらえます。でもここ大変だね。ねえ、ちっちゃかったかな。最初ここに隙間になんかこう入れようかなと思ったんだけど、うん、サイズが分かんなかったから、うんうん、ちょっと応急的な感じで。三田さんが収納のやつプレゼントしてくれました。すいません、しょぼいです。ええ、これとか大丈夫あ、もうこれゴミかな。マグバイは食べようかな。それラーメンゴミ。ゴミ？これに入れちゃおう。うん、今また下行くとき捨てていくから。これありがとう。ごまにするね。三田さんこれ好き？なんかダイエット。私普通のご飯を食べてる。あの普通にあの。これもいらないんだけど。ダイエットだ。世田谷自然食品もらったけど、こういうなんか食べた気にならないものは食べないよね。もらったんだけどもずっと食べてなくて飾ってるんだけど、食べないんだったらもう捨てた方がいいよね。食べないのは捨てちゃおうかな。うん、朝ごはんとかってよ、あ、ごめんなさい。どうしようどうしよう、これが嫌だよね。ここにあるの。そうだね。そっか、こういうのがあるのか。これをここに置くとか、うん、え、高くない？高いかな。え、でもなんとか普通にそれもあり。これを返す、うん、これっちの方が範囲が広いから。あーそっか、うん、どうしようか。本当はモンスターワンサイズ大きいのを、うん、あの買おうと思ってたんだけど、うん、なんか届ける日にちが遅かったんだよね。あ、そうなの。そうです。とりあえずこれも入れておく。覚えてた？忘れてた。なんだ？ゼラチン？あー、ゴミか。ゴミにしようかな。これはいるね。ポカリ。ゼラチン。これもある？うん。麺系か。麺系ここに入れる？あ、これ、あれだ。ゆわちゃんにもらったやつだ。これはあっちに持ってこう。
って土曜日？今日土曜日。これ4月までだったけど食べる？4月？うん、これ4月？24年4月。でもさ、うん、食べれると思う。食べれるよね。うん、なんか切り干し大根があった。これ食べる。絶対大丈夫。明日息子さん帰ってくんの？うん、帰ってくる。帰ってくるっていうか普通に家に来るかな。あ、そうなんだ。うん。あれなんだ。ありがとう。そしたらさ、うん、あのスイカちょっと持ってって。息子さんと一緒に食べてスイカ。ありがとう。うん、これは？それはゴミかな。ゴミ。うん、あ、それはいる。高いやつ。そう。これ高いやつ。そうそう。知ってる？高麗人参の。あの韓国の。そうそうそう。三田さんこれ1個あげる。これ超高級。これいくらしたっけ1個。結局飲んでないんだよね。ちょっとほこりかぶってるけど。三田さんこれ飲む？高級じゃん。もらったら飲む？いや、そりゃいただいたら。ほんと？じゃあこれよかったら。あんまり個人情報とかは書かないでね。個人情報。あ、これあんちゃんの？え、あ、そうだ、うん、ありがとうクラッカー。みんなナイスもお願いします。ナイス。前のマネージャー。そうです、明日でよ。私のマネージャーさん。ここだよね、あとね。そう。そうだね。難しいね。で、これは絶対ここに置くんだ。うんうちょっとなんかちょいちょい見ないとなんか想像がちょっとできなくて。そうだよね、難しいよね。私に投げてください。私にお願いします。あ、これなんか止めるやつだよ。そう、なんか友達に袋とかの止めるやつさ、こうやってパチンってさ。でもこれもらったけど使わないんだよね。捨てていいかな。こうやってパチンって空気が入らないのね。いらないよね。よいしょ。犬のおやつもう開けっぱ。
捨てた。薬とかこういうのとか。薬？なんかいっぱい。ああ、これはようわからん。これは洗顔か。洗顔？これなんだ？今飲んじゃおう今。なんだこれ。これ犬のおやつだ。犬のおやつ。ふくちゃんほら、はい、いいよ。いやでもさ、今何時だってさ、あとでシャワー浴びる。うん、あとでシャワー浴びるわ。メイクしてるから。せっかくだから、もうすぐ誕生日だから。これもゴミだ。こんな奥さんだったらな。ありがとう、ありがとう。あ、お稲荷さん、ありがとう。こういうのも入れちゃおう、調味料とか。まいちゃんかわいいよ。ありがとう、ありがとう。やべ、そっか、お風呂入ろうかな。そうだね。まあ、でも枠終わってからね。枠終わってからお風呂入る。なんせ美人でスタイルがいい。ありがとう。もう疲れるから、疲れちゃうから、うん、疲れちゃうからね。ごめんね、なんかちょっとずらしただけかもしれないけど、ちょっとね、ちょっとまた勉強するね。え、でもいい感じ、三田さんがくれた。ほら、すっきりしてる。してる。うん。難しかった。むずいよね。本当なんかすっきりした。想像しながらだけどなんか難しいよね。家じゃないから。そうそうそう、うん、あ、キッチンペーパー、はい、大変だよ。こうなくなったよ。うん、綺麗になった一応、ね、本当だね。だね、うん、あっちにあの薬とかこの一応テーブルっていうか、うんうん、机の上に置いてあるけど、あ、ここに置いていいの、ティッシュね。いや、ほんとここにキッチンペーパーとかこういうのフォルダ、うんうん、みたいな、ここに買おうかなと思って。フォルダ
うん、こうキッチンペーパーとかこうくるくるするやつここに置いて、こういうのとこよくある。ああ。しようかなと思ったんだけど、それもちょっとお届けが遅いって書いてたから。なるほど。ダメだ。三田さんナイスだって。ありがとうございます。うん、いやめちゃくちゃスッキリ しました、うん、まあでも私ねトイレットペーパーだけどね、そう溶けちゃうの、これどこ置こう。ねえねえ三田さん、うん、なんかさあこれここにあるんだ、このまま入れちゃっていいよ、うんうんうん、でなんかいらなくなったこういうのをここに入れて入れるのもいいかもしれない、うん、こういうなんかちょっと汚くなっちゃって使えない感じの。何を？あのあーなるほどね、そう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 確かに、うん、じゃあちょっとここ片付けて。あーありがとう、ごめんね、いやいや疲れたでしょ、応急処置しか言ってない。ハーブ聞きたかった、これ大好きだけど、うん、いやめっちゃすっきりした。あとはこのあとここに、うん、なんかちょっとサイズ測らせてもらいたいんだけど、うん、こう開けられるこういうのを服をで入れられたらいいかなと思って、その上に、うん、ここの上に、に何を、コンテナなんだけど、なんかこう四方八方から開けられる、うん、なんかコンテナがあったんだけど、それもちょっとお届けが遅い。あ、じゃあちょっと必要そうなやつあったらあの振り込むので言ってほしい。あすごい、お、うん、大丈夫それ。いや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 、はい、もう十分、ほんと十分、これはマジで十分、うん、もう分かんないから、私何を買ったらいいか分かんないからさ、ありがたい。もったいない、ちょっとこれで洗顔しよう。これ冷蔵庫に5分入るかな、ビール。これ暖房つけちゃいたい。ありがとう。で、ビールなんか売り切れた。三田さんに、あ、どうしよう、ちょっと一回スイカ切るわ、スイカ、リスナーさんからいただいたスイカ、でっかいんですけど、よいしょ、冷蔵庫に入んないので、このなんか今旬で美味しいらしいこのスイカ、これをちょっと切りたいんだけど、もう映像にもあのはみ出ちゃうぐらいの、よいしょ、スイカ爆弾できるね。
これスイカ爆弾する？一応リスナーさんに許可もらって、夏と言ったらスイカ爆弾だよね。あの総理ん家のベランダでスイカ爆弾して、残ったの総理と一緒に食べたらいいじゃん。いや、もったいないって捨てるわけないじゃん、うん、捨てるわけないじゃん、うん、わかんない、うん、まあじゃあこれ切ります。しろって言ったりやめろって言ったり、ほんと忙しいやつらだな。これはどう切るの、うん、こう切るの、こう切る、どっちで行く、どっちで行く、うん、そうか、じゃあ切ります。ちょっと待ってね。重った。これ大変だ。いやこれ包丁だい。大丈夫。切りますよ。いきます。割れても切った方がいいかな。え？これいい、これさ、何万円もするんじゃない、この。初めての、うん、わーすごーい、うわーすごい、でかいね。あれ、私携帯どこやったっけ、もう一個ちょっとパワーってこれだけ先捨ててきた。あ、ありがとう、うん、たくさんだね、本当汚いねこの家。これアニメのやつ、
ニメのやつ、ギャンブルのブランドのパチンコのスイカみたい。スイカよねえ。食べ物ってバレちゃってる、福ちゃんにはバレちゃってる。これい、これはあの三田さん、三田さんのエリアで、こっちがハニーと服で、これは私の。おかんにもあげなきゃ、総理にもあげなきゃいけないし、あの誕生日会もするから、これは誕生日会、そういうもの。ハニー服と私だね。これはあとは誕生日会の配信者さんたちにあげなきゃいけない。もう少し早めに、え、結構熟してんのかなこれ、うん、でも冷蔵庫に入れなかったからかな、うん、これは三田さんと息子さんで食べてもらって、これ、うん、腐ってないよ。でもちょっと熟ってるね、うん、ちょっと待ってね。まあ確かにちょっと熟して、福ちゃんとハニー、まあ、ハニーは食べたことあるけど、初めての、じゃあ まずこれはハニーの、ダメ、美味しいんじゃない、うん、美味しいね。いた、いた、いた、美味しいから興奮してんだ。三田さん、はい、これさ、うん、スイカ、それ置いといた、これ三田さんと息子さんに。あ、ありがとう。ただね、結構ちょっと熟ってるかもしんない。本当だね。うん、いいのこんな大きいの、うん、いや大きい。そうそう、息子さんと。ちょっとじゃあ袋もらっていい？うんうん。すいません、リスナーさんありがとうございます。そう、いつもお世話になってる。リスナーさんも喜ぶと思います。すいません。ちょっとノブリここにあるけど、なんか段ボールを片付けたくて。うんうん、あー、オッケーオッケー。まあすぐ食べるし。あと待って、三田さんに、はい、あった、それもね、三田さん
食べて。ありがとう。これをちょっと、てかどうしよう。スイカってさ、野菜室？三田さん。私は野菜室にいる、うん。野菜室。けど。うん。はい、入るかな。まあ半分だったら入ると思う。これは、みんなで食べるわ。うん、全部切ってジップにした方がいい。うん、これで、え、全部切っても、まだあります。ちなみにまだありますね。すごいな。あと何だ、なんかこれなんだろう、これ本当に。三田さん、ありがとうね。ありがとう。いや、これ入れちゃうと、あ、これもすいません、いただきます。そうそうそう、ありがとう。食べて。うん、いただきます。いや、ダメだ。よいしょ。これ入れちゃうと、これが入んないから、冷蔵庫でいっか。よいしょ。大丈夫？ありがとう。ありがとう。こちらこそ。わ、なんかすっきりした。めちゃくちゃすっきりした。ね、段ボールまとめた。あ、残りがここに移動して。うん、あ、ねえねえ、持ってった？サプリも。あ、持っててない。あれ、サプリが消えた。片付けちゃった。あ、これ、あ、これも。いや、これは飲みかけで、あったあったあった。これあの超、こんな高級な、あの超高級のランクのやつ。嬉しい。そう、飲んでね。うん、なんかありがとう。嬉しい。よっか。ハマグリ持ったよね。ハマグリいただきました。うん、じゃあ三田さん、また次は多分だけど、ナス、はい、朝、はい、朝は7時半、うん、7時半とかかな。うん、わかりました。こら、じゃあありがとうございます。バイバイ。じゃあね、ありがとうございました。三田さんがいるとなんかすごい綺麗、収納されて、いい女になった気分。いい女になった気分です。ちょっと待ってよ。これはてかさ、熟したらさ、ジュースにできる、これ、うん、違う、うん、結構熟だ、うん、
ジュースってどうやってやんの？これさ、こうやって切った方がいい。ほんとでかいね。これはあの犬のやつ。綺麗に取れた。ほんとすごいわ。こんな立派なスイカに巡り会えたのは初めて。あ、うまくない？食べたいと思います、これね。うん、うわー、うまい。これ甘くて美味しい。うん、うん、美味しい。美味しい。うん、うん、これはハニーも指を噛みますわ。うん、おいしい。うん、すっごく甘いよ。今日から福とハニーちゃんはあのね、これいっぱい食べれるけど、もうこんな美味しいの食べれることないんだろうね、この子たちは。わあ。こんな美味しいの食べたことないんだろうね。どんぎまり、うん、こんな二人おとなしく、うん、相当美味しかったんだろうね。でももう開けたからさ、おとなしく、いやもう開けたし。でもあ、揚げすぎたら怒られちゃうんだよ。糖が多いから、うん、めちゃくちゃ甘いよこれ。めちゃくちゃ甘いよ。で、今日から毎日揚げないとね。
これ俺のでいいか。もうあげれないよ。あげていい？ずっと待ってんだけど。これはカニ服のあのおやつタイムであげる。毎日今日から。やばー、冷蔵庫パンパンだな。お座りして、お座りして、お座り、お座り、待って待って、お座りして、待てよ待てよ。タネもダメなんだ。ちょっと待って、美味しいね。スイカ冷凍できんの？え、でもさ、冷凍したらさ、ぐちょぐちょになっちゃうな。シャリシャリではないんだろうな。この子たちが早い。ダメダメ、吐く、やべやべ、もうダメだって、もうないって。5000アイテム、レンボーさん、ナイスも。きっちゃーん。ありがとうございます。ありがとうございます。もうないよ、福ちゃん。もう終わり。怒られちゃう。あとはもうこれ、マユが食べる。うん。スイカの皮をぬか漬けにすると美味しい。マジかよ。それはちょっと気が引けんだけど。マジ？マジ？あ、やべ。どうやって食べんの？え、ちょっと無理。キュウリの味がするってこと？
マジ？何味？どうやって作るのじゃ。どうやって作るの？あーなるほどね、外側はピーラーで剥いて、ミルワイちゃんブロックしないよ、ください。そう、まさやんと一緒、同じ誕生日。いや、そんなこと言ったら面白いじゃん。だってスイカの皮食べたらおもろいじゃん。うん、おから、ねえ、みんな12時になったらさ戻ってきてくれる？私の誕生日なんだけど。狐にする。お酒飲もうかな。今日32杯になる。そうです。みんな無料アイテム投げ切ってね。あと右下ナイスボタン。お風呂に入りたい、私は。お風呂。リスナーさん、本当にありがとう。これさ、どうすんの？皮剥いて。まあ、でもまだスイカのこれはいっぱいあるからね。うん。食べた。美味しかった。こんな美味しいスイカ食べたの初めて、生まれて初めて。ありがとう、本当に恵まれてます。でリスナーさんから来てたやつ、なんか 2個かな、2個か3個か来てたから開封して。マイルありがとう。マイルもそうだし、ハイビスカスもね、ありがとう。1000マイル、どこに1000マイル、どこ、10マイルか。あ、ブーちゃんありがとう、ありがとう、10個ありがとう。すっきりした、マジでありがとうございます。私にしては結構今日アクティブすぎた。アクティブ、あ、やば、充電ないんだけど。最悪、絨毯ベタベタ、スイカで絨毯ベタベタなんだけど。うん、ブーちゃんね、来てた、ありがとう、ありがとうございます。うん、そうなんだよ、ほんと申し訳ないんだけど、有料アイテムスルーしちゃってさ、初日ね、イベント初日、後々お礼言ったんだけど、それも水着着てて、もう砂まみれ。今日は4000人を納札した、間違いなく4000人納札した。縄跳び持ってくればよかった、縄跳び。
分かりにくい。ちょっとこれちょっとむず分かりにくいですね。なんでこんな分かりにくいことしたんだろう。次縄跳び持ってく。いやーちょっとね、いや私思うんだけど、私さ海外行くと結構さすぐ人と仲良くなるじゃん。それってやっぱ JK と話してすごい楽しかったんだけど、私すっごく楽しかった。JK との私のさトーク、すごい連絡先知りたいぐらい楽しかったんだけど、一緒にカフェとか、行きたかった、でも誘拐になっちゃうもんね、三田さんの車でどっか行ったらさ17歳だもんね、誘拐になっちゃうよね31。そうだよね、犯罪だよね、ならないの？犯罪ではないんだ。じゃあ犯罪かなって思ってもうちょっとこうジョイポ行っちゃうとか言ってお台場だったからね。そう、今からお風呂入るところ。本人が OK ならって、だって子供ってまだちゃんと分かんないじゃん、区別が、いやノリノリだったよ。映りたそうにしてた、なんならけど、まあ、制服ダメだよって私がバレちゃダメでしょって、確かにそうっすねって、高校生だけどまだ子供じゃん。そうだよ、なるほどね、22時以降、22時前だったら連れ回していいの。本当かなそれ。モラル的にダメなんじゃない？じゃあモラルのでちょっとやばい女なんじゃない私。可愛かった、なんかねピチピチしてた肌が、なんかねパッツンパッツンしてた足とか。わかる？さっきのスイカ切った瞬間にバーンって溢れた感じの若々しい感じね、なんかすごい若返った、話してて、ありがとう。ハリが、そうそう、今まで見ることないじゃん未成年者。わー全然違うな、もちもちじゃなかった、パツパツだった、パンパンみたいなあ、そうパン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 してた、若すぎちゃって、まだこっから今からもちもちになるのかなってね。でも私本当にみんな分かんないんだと思うけど、めちゃくちゃ肌気持ちいいんよ。ね、触らせてあげたいぐらいめっちゃスベスベしてるからね、もちもちの。そうなんか虫いるんだけど、ここ眉もプリプリだったな。本当私ね、めちゃくちゃ肌ね綺麗なんだ、自分で言うけど。みんなちょっともう私お風呂入ってくる、お風呂入ってくるから12時になったら撮り直してメガホンパーティーだ、メガホンパーティーだ、12時になったら来てね、ちょっとお風呂入るね。じゃあ最後に今日の分のない人無料アイテムお願いします。今日の分のお願い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 。
まあ、何もしないけどね。ありがとう、無料アイテムありがとう、ありがとうございます。うー、キツネに変えとくね。いっぱいありがとうございます。じゃあ鳥おつです。バイバーイ。